のまつげになってるんですよ、うんうん、で下地も塗ってなかったんですよ、うん、それ上がらんな。そう、私が一番おすすめするのはこのエレガンスのカールラッシュフィクサー。あ、これ見ていいです。これやばいです、はい、もうママにもこれをメイクさんにめっちゃ貸してもらってるけど、それめっちゃいいです。これめっちゃいいです。でも高いんですよ。でもね、うん、これ買って、うん、マジで6月ぐらいで1年経つと思います。あ、そうなん。じゃあめっちゃいいやん。ってます。いいやんいいやん。だけどあのなくなんないの、うん、もうずっと正直この5年ぐらい使ってる自信あるんですけど、まだ3本ぐらいしかリピートしてないと思う。へえ。持ちがいいです。おすすめ。だから1個買っちゃえば、うん、で今おすすめのまつげ、うん、これマスカラ、うん、エテューセのアイエディション01、これやばい。これあのメイクさんに教えてもらいました。何がいいの？え、これができます。あ、束ができるってこと？そう、束にもなるし、長さが、ここもこれや。え、そう、長さがやばいです。長さここもこれね。YouTuber じゃん。YouTuber YouTuber ゆみさん YouTuber 始めました。あ、そうなんです。ダイエットしたい方、今日も撮ってました。そうです、ね、ダイエットしたい方ぜひお願いします。ぜひ、はい、もうこの3点セットで、これ食べたい。どうぞ。このまつげが誕生します、はい、朝から夜まで持ちます。ぜひやってみてください。めっちゃ綺麗です。めっちゃ間近で見たらめっちゃ綺麗ですよ。まつげだけは本当に自信を持ってお伝えできます。ぜひ使ってみてください。他のおすすめは？他のおすすめですか？とかポーチちっちゃ。そうなんですよ、私こんなポーズパンパンやね。ゆみさんあと一時期だってバッグみたいなコスメリックあとこんなゆみさんこんなでっかいね、本当に箱みたいなメイク道具を毎公演で持ってきてたんですけどね、うん、彼いつも持ってたんですよ、うん、なんかあれが1個のバッグみたいなぐらいだったからね、うん、なんか2個バッグ持ってきてるみたいな感じで、うん、めっちゃ重かった。ずっとめっちゃ重そうでした、はい、ね、なんか飲み物飲みたくない？何ですか？飲み物飲みたくない。飲みたいですね。何がいい？え？チカチカ何があっても自分じゃないんだ。私今日金持ってきてないね。なんかピンクの見たことないの入ってる。レッドブルやね。あ、紫のレッドブルのピンク版。私あったかいの飲みたい。あったかいの？チカシゲさん。チカシゲさん。顔できた。さっきあんなに。これおすすめハイライト、これ中野未来にもらいました。かわいい。ここめっちゃ使ってる。こういうつよんつよん、こことあ、来た。え、いいって。ちかしげさーん。今作業してたから。作業してました。あれ珍しい、ちかしげさんが仕事してるなんて。何人いる？2人です。もうちょっと増やしていいですか？え、なに？痛風？近重さん痛風？やばい。え、痛風？痛風？痛風でしょ、それ絶対。何がいいのかりんちゃん。え、私はじゃあ、え、私こっちかこっち迷ってる。ココアで。これ？あったかいのでいい？わ、ちょっと待って。寒いから暖かいのもん。こっちどっちどっち。どっちどっち。どっちどっち。ありがとうございます。その歩き方は知ってる、私見たことある。ありがとうございます。近重さんお父さんって書かれてる。そう、近重さんお父さんやからみんなの。新しいマネージャーさん入ってきたんですけどね。まだだって2週間とかも経ってないぐらいですよね。そうで、近重さんが公演のこととかいろいろね教えてくれてるんですけど、その違うスタッフさんに近重さんどうなのみたいなことを言ったら、なんか優しいお父さんみたいで、ね、ねえ、ねえ、絶対痛風だってその歩き方。はい、あれ、あの歩き方、あの歩き方は痛風です、完全に。絶対。え、痛風の歩き方って知ってますか？そう、引きずるようにこう、カタンカタン、そう、カタンカタンって歩くんですよ。
寒。今日も一日お疲れ様でした。まだまだやけどな。今からなのに。はい、うわあ。あったまる。勝手にパパが通行なんです。そうなん。そう。パパいつもあの歩き方。濱家さんもそうでしたね、うん、贅沢病って言うんですって。なんで？何？すぐ別名。なんで？なんで贅沢病？なんかねえねそうなんで、レッドブルじゃないんです。もう寒すぎてここがね、私寒いんですよ。レッドブルマジ飲まんくなった。でもちょっとめっちゃ暑かったですね。コーヒーにした。そう、いいもん食べてるんですって、痛風って。そうね、あとで人生相談の酒の足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 。あ、あれね、あの、すくうやつね。はい、オッケー。さくらちゃんです。濱家さんは毎日お酒飲んで食べてたから痛風になったんだよって。そう、でも逆にそれでなるんだって感じじゃないですか、うん、でも近重さんは絶対そうですよ。お酒もちゃんとお酒も好きだし、ご飯もちゃんと美味しいの食べてるから。そう、私のパパもお酒が好きだから。じゃあお酒飲む人絶対ありやん。なりますよ。気をつけてね。なってきた。寒い。先や始めたの？いや、もう15分経ちました。ないな。でもなんかこんな一人でやるの久々すぎて、なんで一人でやろうと思ったの？いや、もうまだ二人時間かかるかなって思って。私も慌ててんけど。嘘、ずっとだってコナンの映画見てたから言ってよ言ってよ。ちぃさんはまだメイクしてた。あ、ちょっとマッサージしてもらって。じゃあ、ゆみさん、これマッサージしてもらって。なんなんでも今、近重さん行ったで。ちょっと、ちょっと見てやってたね、今。ね、近重さん、大丈夫です。そんな、マッサージとかじゃない、痛風だから関係ない絶対そんな、トレーナーさんに見てもらって治るようなもんじゃないです笑い信じられない。公演前とは思えないこのくつろぎを。信じられない、本当に。ほんと信じられない。お隣さんループしてるよやって。カリン、あ、うん、ほらコメント来てないやん。来てた。来てたやろ。ほら止まってるやん。え、ほら来てるお前来てた見てください、今日はピンクメイクなんです。中にもです。ループ終わったですって。ほら、ループしてた。今日ピンクメイクなんです。え、いつもはブラウン。うん、確かに確かに言われてみればなんか最近のおもろかった話ありますか？フリートークです、これ。いつもうちらフリートークやん。まあ確かに。最近おもろかったこと？うん、でも N って賑やかになったよね。うん、なりました。最初の方って結構さ、やっぱり先輩後輩、やっぱさあるわけやん。うんうんうん、それは壁もさ、うん、あるし。うん、なんかやっぱ真ん中のあのジオンとか、うん、あの辺がこうアンドンとか、うん、ちょっとずつこう。なんて言うんだろう、広げてくれてません、うん、なんか仲良くなってくれてる気が、うん、確かに。ジオンもまだクソガキ感を出せてないんだね、うん、まだです。私たちが出していかないと。そうなんです。あんなもんじゃないです。そうそうそう、あの子はまだ猫かぶってます。ですね。アーノンはね、根本的に明るくなったって感じ。確かに。いや、なんかアーノンが後輩とかに振り付けとか教えてる姉見たらなんかほっこりします。確かに。お姉ちゃんなったんだなみたいな。な、本当になんか頼もしい今日キラな、うん、なんかちょっと間違ってる振りがあったんですよ、かりんちゃんが、うん、でそれ私が教えて、違います。え、なになに？人間、あの感想のところ少し見たいです
ところで、あ違うでかりんちゃんみたいな、こうやでって瞬間、うん、あのが違いますこうです、いやでもそれ下がりませんみたいな、それ言えるあのすごくないですか、うん、ちゃんとしてるしさ、うん、なんかそういうの言える子減ったじゃないですか。でもなさっきな、うん、アーノンがな、うん、なんか髪型ユミさん何するんですかみたいな話されて、うんうん、普段と一緒かな、巻きよろしかなって言ったら、いやアーノンもそんな変わらないと思うんですけど、ユミさんなんかアレンジしてくださいよみたいな、うん、アレンジなって今ちょっと気分じゃないわみたいなこと言ってて、うん、そしたらアーノンが、うん、チンメンのでなんかしたいなって言ってて、みんなでお揃いみたいな、そうお揃いって言ってくれたしたのに、そう言って、アーノンからいいなみたいな、うん、言ったら、ちょっとアヤノからは言えないんで、アヤノがこうやって言ってましたっていうことをユミさんが言ってくださって結局私や、まだそういう思いはあるんですね。そうそっか、言ったらいいのにね。なあ、やるよやるやる、なあツインテル以外ならでもさ、基本さ N のさ、うん、あのユニットとか帽子あるやんか、帽子ある子ってさ、もうポニーテールそうできひんし、お団子もできひんし、やったらもうツインテールしかなくないみたいな、先話してて、そっか、なんかな、いろいろあったらいいのになって、ストレートとかなとか、確かに、あヤノが提案してたのは、ユミちゃんちょんまげどうですかでも前の前髪上げたくないんですって言ってて、いやちょんまげするんやったら前髪上げやって言って、確かにアーノの前髪上げてるとかも見たことない、そうでも逆にバブミ増すでって言って、うんうんうん、上げるなって、もう、うん、あそれいいやんちょんまげと思って、うん、帽子にもあれにならへんし、確かに邪魔にならない、そう潰れるぐらいのね、そうそうそう潰れてもいいし、潰れてもなひょこんって出てくるし、確かに、え例えばさ、なんかああいうのどうですか、なんか、いや今日は今日のテーマが、うん、じゃあ AKB48 っていうテーマにして、うん、みんななんか高見菜さんの、あ昔やってたのとか、なんかその時代の人たちのなんか分かりやすい髪型して、今日のテーマ AKB さんとかさ、確かに前田さんやったら、ね、あショート、うんうんうん、までまっすぐのまっすぐのとか、うん、あの誰だっけ、まゆゆさんやったらさ、えツインテールアイピー、うん、前髪動かへんや、うん、おいいやん、それぞれテーマつけて、そういうのとかもさ、なんか面白いしさ、私板野さんでもう好きだからじゃないですか、変わんないじゃないですか、変わんない変わんない変わんない、大好き、じゃあ変わんない、髪色で言ったら私やで、まあまあ確かにやろ、うん、まああれくじ引きしましょう、あ、いいね、いいなぁ、こういうの良くない、いいいいやろうや、じゃあ次はニュージーンズとか、確かにメイクさん大変やで急にそのテンション変えて、急にやで、なんかいろいろグループのイメージで作れても面白い、確かに確かに、なんか毎回公演でテーマをつけて一応なんか公演してるんですよ、うん、なんかじゃあ昔よくやってたのは、なんか今日は5歳児5歳児がテーマだったとしたら、5歳の気持ちになりきってやるみたいな、うん、そういうのを毎回恋のテーマにつけてるんですけど、今回のテーマ聞きました？聞いてない、お結構面白そうですよ、そう多分盛り上がると思います、誰なんならカリンは怒られるんじゃないかと思ったら、マジでマジでそんなに嘘、え私どんな感じになる、さんたちに、え何えどんな、もうはっちゃけていいみたいな感じの、えちょっと気になるな、いやなんかそのふざけたくなっちゃう系です、マジで、はい、うちらが、うん、絶対ふざけますよ、何だからもう真剣な曲とか言われへんか、言われへんか、 MC は MC 言わないでおきます、誰やろ、絶対ふざけたくなる系で、うん、ファンのみんなにも気づいてほしいかも、なんか途中で気づいてくれたら嬉しいかも、あ何やろ何やろ、だからちょっとそういうのを踏まえて DMM 見てください、確かに DMM 見る人って来てくれる子はぜひそれをね、みんななんか何だろうと思いながら見てください、どこでわかるんやろみんな、そういうのでもテーマによるか、うん、いやあんま気づかない人多いんじゃないですか、気づかない、だからもうちょっと大げさにやらんとな、うん、だってさバレンタインやったらバレンタインの日にこの子にチョコあげてくださいやったらさ、はいはいはい、可愛い曲しかできんのや、うんうん、逆にかっこいい曲できんもんな、だから、まあまあ、だからこの曲だったらこのあれができるなみたいな、うん、今回はどの曲でも対応しやすいと思います、そうなん、だからマジで怒られると思います、やりすぎたらマジで、うん、ぐらい、でもそれぐらいやらないとテーマで意味なくないと思う、だから私らは怒られる覚悟でガチでやりましょうね、何、はい、ということでお楽しみに、テーマが分からん、私まだ見てないからね、じゃあね、こういうのあったらね、うん、新しい楽しみ方してもらえたら、確かに確かに、でも公演ってな、ほんまに2年ぐらい同じ演目でやってるし、うんうん、同じメンバー、うん、まあコロコロ変わってるけど、うん、な基本はね、うん、一緒だから、こういうのをしてもっとね、みんなと
なんかもう深めつつ見てくださっているファンの皆さんの、はい、うん、すごい俺の嫁っていうなんかゆうみさんのところに俺の嫁って思いましたかりんちゃんに送ってるってことはすごいな、そんなギフトはねんや、ね、NMB と JKT のファンですって、ジャカルタだ、そうなんや、また行きたいな、ね、行けたらいいな、お、立ちましたね、ほんまや、立った、ではその答え合わせは公演の最後の MC で毎回するので、うん、ぜひ楽しみにしていてください、していてください、ではあ、ちょっと次のリンの着てるのってちょうどいいの着た、私今下ね、うん、ででーんこれ嫌な見せ方ねえ、リンのそれ、はい、これリンだ、え、そうなんよ、見てください、かわいいなと思ってて、これね、後ろがね、ポイントなんです、何を見せてんの、びっくりした、まずこれ、まずこれ、びっくりした、間違えた、え、あ、これ見せちゃった、今な、推しに見せたらこうやってあげてない、違う、まずここ、ここね、かわいい、これリンヌ、あ、待って、あれ、私か、これリンヌ、かわいい、でしょ、これポッケ、うん、で、この下見てください、下、なんかリンヌの、じゃーん、ね、ちょっとちょっと、この後ろがかわいいんですよ、ここね、そう、ここ、可愛いでしょ、そう、可愛い、はい、ピンクです、ピンクのパンツ、いいの、ピンクのパンツ欲しいと思ってて、あ、じゃあみんなすぐ言えますよ、うん、これポケいっぱいで、うん、いいね、そう、可愛い、今日高島屋に行ったんですけど、ナンバーの、うん、ここに全部荷物、うん、めっちゃ多いねんけど、高島屋ってさ、ね、うん、ちょっとなんかおしゃれしていきたいじゃないですか、ちょっと、まあ、なんていうの、ちょっとだけこう気にするじゃないですか、うん、なんか綺麗なお姉さんに対応してもらうのにさ、うん、全部ここにお財布と携帯となんかいろいろ入れて行きました、マジで、高島屋にも手ぶらで行きます、皆さんぜひお楽しみに、はい、ランキング発表します、はい、行きましょう、13位よいっちさん、ひろちゃん、12位かずさん、まさひろさん、11位 DD 小山さん、まさちゃん、10位しゅうないさん、まさちさん、お、9位 小島かりんしか愛せないさん、おやおや、なんかこっち気に入ってくるな、8位まさっきー、まさっきー、八八二郎さん、7位黒豚、野原しんのすけのすけさん、6位中島さん、みほんちゃん、5位ななちゃん、ことはちゃん、4位じんさん、大吉さん、3位みーちゃん、さつきちゃん、2位しげやん、ギャオスケさん、1位佐世保のてっちゃんさん、りょうたろうくん、ありがとうございました、バイバーイ、バイバーイ、今日公演見てね、見てね。